今回は株式会社リバーブの代表取締役小野寺光弘社長を迎えしてマコモについてご紹介させていただきます。その前に大変前世はございますが、この度司会を担当させていただきます滝川久美瀬です。よろしくよろしくお願いします。では早速、小野寺社長、リバーブのマコモについてお話ししていただけますが、端的にマコモってどういうものなんでしょう？端的にですね、はい、端的に言うと、マコモは調和、原点に戻る、元に戻すをテーマとした発酵、うちではですね、発酵と言わず蘇生と呼んでるんでね、いわゆる発酵食品ではなく蘇生食品ですね。なるほど、マコモの世界では発酵を蘇生って言ってるんですね。そして今出たキーワードでとても気になる原点に戻る、元に戻すとはどういうことなんでしょう？マコモの主となる働きっていうのはですね、決して何らかの栄養素を取り込む、そういうことではなくてですね、腸内細菌を元気いっぱいにして過剰に摂取したものを外に出すという働きです。その結果として本来あるべき姿というか、腸内細菌を増やして元気になる、これが弊社でいうところの原点に戻る、元に戻すということですね。それとマコモは蘇生食品と話されてましたが、微生物の関与があると理解してよろしいんでしょうか？もちろんそうですね、通称ですが私たちはマコモ菌と呼んでいる微生物がマコモにはたくさん含有されています。このマコモ菌が弊社の製品であるマコモのすべてと言っても過言ではなく、このマコモ菌の働きが鍵を握っていますね。マコモ菌がそれぞれの体を体内で大活躍してくれるわけですね。その通りですね。微生物の働きってまだまだ人間レベルではですね、分からないことが本当に多いんです。マコモ菌もしかりでですね、製造している我々の想像をはるかに超えた働きをしてくれるのだと本当に感じることが多々あります。それぞれに働いている微生物、マコモ菌だからこそこんなにも長い間皆様にご愛用いただいているんだと思っております。ちなみにマコモの歴史ってどのくらいあるんですか？歴史はですね、世に出て1世紀以上の歴史があります。その間本当に多くの方々にご愛用いただいてまいりました。ですから弊社にはマコモを体感した声がいっぱい届いているんですね。本当にその目的は本当人それぞれ様々でですね、老若男女、赤ちゃんからご年配の方、体調の良し悪しなど、そういったことに一切関係なくご活用いただいております。私も愛用してるんですけど、私の率直な意見はですね、愛用者の皆様の元気が本当すごいってことですね。本当みんな元気で明るいんですよ。ところでこのマコモの原料はイネ科の植物マコモオンリーなんですか？はい、その通りです。神の草とか霊草とか、尊い植物として伝えられているマコモ 100% でございます。そういえばですけど、出雲大社では毎年6月1日にマコモ祭りが執り行われてますよね。はい、そうですね、私も先日行ってまいりましたがですね、出雲大社にある祭祀で最も古いと言われている行事ですね。宮司さんが参道に敷き並べたマコモの上を歩いて、そのマコモをみんながもらい受け、無病息災や五穀豊穣を願う祭祀です。この祭祀に参加すると、いかにマコモという植物が、先人たちにとって本当重要だったか、そういったことが分かりますよ。そうなんですか。具体的にはですね、宮司さんっていうのはですね、神様の役割をするんですね。神様は地上の土を直接踏むことはできない、そう言われているようなんですけど、唯一マコモを敷いたその上だけ歩くことができるとされています。これってすごいと思いませんか？神様はですね、地上を踏みしめるときに唯一許されているのがマコモの上って。マコモすごいですね。それだけで先人たちがいかにマコモを大切に扱ってきたかが分かりますよね。そうですね。そういえば映ってますでしょうかね、マコモの愛用者が作ってくれた弊社のマコモ大しめ縄です。すごいでしょう？すごいですね。ご利益ありそう。では社長、最後に皆様にメッセージを。唐突ですがよろしいですか？
ただいまですね、弊社工場に、マコモリュウグウジョウたるですね、まあ、自然の素材で作る憩いの場を建設中なんですね。題してマコモリュウグウジョウなんですけども、詳しくははい、Facebook のマコモリバーブをご覧ください。マコモに秘められた神秘で魅力的で現実的なパワーを皆様にもぜひぜひ体感してください。それでは皆様、ありがとう。どうもありがとうございました。